はい、妖怪ウォッチね、やってきます。今日ね、10月15日、コロコロコミック買ってきましたよ。12月にね、妖怪ウォッチの最新作新打ちが発売されるっていうことでね、ちょっとコロコロコミック読んでみたんですけど、妖怪ウォッチバスターズ、ちょっとね、変更があるみたいで、のぼせとんまんとかね、時を奪うねみたいなボス妖怪が、まあ、バスターズに出るらしいんですよね。で、あとね、なんかコマさんをね、なんか凶悪な感じにしたやつもバスターズで出るらしいんですけど、ちょっとね、ちょっとクローに倒すだけでも相当ギリギリなのにさ、ちょっとね、まあ友達と何人かでやるんだったらいいんですけど、僕みたいなね、妖怪ウォッチの友達がいないでね、一人で妖怪ウォッチバスターズやるような人間にとってはね、ちょっと新しいボス妖怪が来てしまうっていうのはちょっと厳しいんですけどね。どうすればいいんだろうな。ネット対戦できればいいんですけどね、バスターズ。やっていこう。で、今日はですね、ポケットモンスターのね、最新作の体験版を結構やっていたんで、ちょっと妖怪ウォッチのね、準備できてないんですよ。だから今回も申し訳ないんですけど、金の手形で、うんちくまでいきたいなと思います、うん。これはね、結構手軽にできるんで。さあ、やるか。妖怪ウォッチ新打ちね、楽しみですけど、さあ、パッケージ版とダウンロード版があるんですけどね、俺どっち買おうかな。まあ、パッケージ版だとね、ちょっと買えない可能性があるから、やっぱダウンロード版かな。さあ、じゃあうんちくまでいきます。よし、これでいこう。さて、ね、新打ちの発売日まであと2ヶ月しかないんで、ね、それまでにちょっとやり残したことがね、結構あるんで、ちょっとね、片付けていかないと。あー、で、一発目が、この人か。昨日の動画ですかね。昨日か ?2 日前かな。セーラーニャンで出ていたんですけど、クロニが2体ね、同時に出てしまって、まあ、負けることはないかなと思ったんですけど、セーラーニャンって自分で回復することができるじゃないですか。まあ、見事に負けましたね。クローニ2体はね、さすがにきつかった。よし、爆弾か。ちょっとね、妖怪ウォッチの新打ちが発売されるまでにね、ちょっとこの妖怪ウォッチバスターズ、もっと練習しなきゃ。あ、やべ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 。危ない。クローニで相当苦労してるんだけどね。あ、やー、しまった。うわー、なんか損した気分。よし、じゃあね、鬼玉ゲットして。結構ね、この妖怪ウォッチバスターズやり込んでいるんですけど、まだ出してないアイテムとかね、結構あるんで、合成アイテムに関しては、あれかな、生命のおしろいしか出してないんですよ。あ、こっち行けない。よし。うん。もう、うんちくま最強だからね。もう、安心感が違う。あ、これいらないな、アイテム。さてと、これはなんだ?あ、おにぎりか。なかなかいいね。覚えとこう。さて、どうしようかな。どうしようかな。鬼玉取りに行ってもね、大した数にはならないんで、まあ、鬼玉取るよりはアイテムね、ちょっと確認しに行った方がいいんですけど、もうね、もう雑魚に見つかっても全然平気。うんちくま最強。ね、60か。これはなんだ?鬼玉。さて、じゃあそろそろ次の鬼が来るな。これはスタミナムか。いらないな。
よし、じゃあ次の鬼が来るな。赤鬼かよ、マジか。行くか。この手形ちょっと1個しかなかったんですけどね。黒鬼来ないか。ちょっとね、一度黒鬼黒鬼黒鬼のねパターンでやってみたいな。もうなかなかないんだけど、青鬼黒鬼黒鬼のパターンはね何回かあるんですけど負けちゃったんですよね。あのね、鬼2匹にね、あ、黒鬼2匹に同時に見つかってしまって、でね、黒鬼2匹に同時に追いかけられるっていう最悪のパターンになってしまって、で、負けちゃったんですよね。よし、あともうちょい。危ない、危ない、危ない。よし。あ、爆弾がね爆発するまでに倒しちゃうなこれ。さてっと、じゃあね、鬼玉ゲットしていくか。117か。次は最低でも青鬼が来てくんないとちょっと鬼玉的に厳しいかなこれは。このアイテムはなんだっけ。これか、ビリビリだ。どうしようかな。雪女の方にも何かアイテムがあるからちょっと確認しに行くか。爆弾があったら嬉しいんだけどな。あー、これか。とりあえずはいらないか。病院の方にも何かある。あった、爆弾あった。よし、どうしようかな。今あのロケットパンチあるんだけど取っちゃうか。取ろう。よし、 OK。 これで黒鬼が来ても戦える。じゃあ戻りますかね。さてと、そろそろ次の鬼が来る。どこだ、どこに来る。あー、よし来たー。お前に会いたかった。しかし随分遠いとこに出たな。これが確かスタミナムだから、爆弾仕掛けてスタミナムで逃げて、ちょっと待て待て待て、お前どっち行くんだ。よし、こっち来い、こっち来い。よし、ちょっとこっち来てくんないから。爆弾仕掛けて、よし、オッケー、食らった。やべ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 、ザコに見つかってる。ちょっと解除しに行って、ちょっとね、鬼玉の、あ、鬼玉、黒鬼の爆弾は確か999もダメージ入るんで、これちょっと出口に向かった方が良さそうだな。よし、逃げて。危ねえ、怖えなあいつ。よし、ちょっとザコに見つからないようにこっち行って、ちょっと2発目の爆弾が来たらまずいな。あー、やべ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 、あぶねえ、食らってるか。食らった。あ、よかった、おにぎり、あぶねえ。あー、クソ爆弾、これダメだ、解除しに行こう。
解除。今危ねえ。おにぎりあってよかった。あ、いいねいいね。うん、解除ポイントとね、出口が近くてよかった。こっち来い。で、電気ビリビリで、やべ、時間がねえぞ、これは。やばい。これちょっとギリギリだな。うわ、ちょっと待って待って待って。ちょっとこっち来て、こっち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 来い。よし。やべ、マジで時間ねえな。あ、ギリギリだな、マジで。よし、行ったれ行ったれ。オッケー、行った。やべやべやべ、早く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 。よし、ギリギリ間に合った。4秒前。もうねうんちくまで負けることはほとんどないんですけど、時間がとにかくギリギリ、いつも。危なかった。鬼玉339ですね。なかなか。うん。さあ、今回はちょっと期待できるな。339か。ね、攻略本見たんですけど、クローニを3体倒すと、鬼玉が600らしいんですけど、ね、いつも一人プレイの僕には絶対無理です、600は。多分クローニ2体倒すのも無理だろうね、時間がなくて。回そう。あー、マジで緊張すんな。いやー、でも今回クローニが来てくれてよかった、本当に。どうだろう。うわー、マジで緊張する。うわー、嘘だろー、やめてくれー。嘘だろー、金のこけしかよ。あー、しかもパソコン止まってる。パソコンが止まってしまいました。画面が固まってしまったよかった。うん、ちょっと変なところで画面が途切れなくてよかった。うん、ちょっとね、ちょっとパソコン再起動します。今回はちょっと残念でしたね、金のこけし。はい